タイトジャンクショントリセルリンは3つの上皮細胞間に形成される細胞間結合の様式の一種であるトリセルラータイトジャンクションを構成するタンパク質の一つであるトリセルリンは約65桁の膜タンパク質である細胞膜を4回貫通しており膜貫通領域周辺はマーベルドメインと呼ばれる二つの細胞外ループと比較的長い細胞質テールを N 末端 C マッタンの両方に持つ。C マッタン側のオシルドメインは、相同タンパク質のオクルディンとの相同性が特に高い。トリセルリンは、タイトジャンクションの形成には不可欠ではない。しかし、相同タンパク質であるオクルディンと強調して、タイトジャンクションストランドの枝分かれを形成し、複雑な網目状の TJ ストランドネットワークの構築を行うことにより強い上皮バリアを形成する。 働きがあると報告されている。トリセルリンは、ヒトレス性非症候群性難聴 DFNB49 の原因遺伝子である。人の変異を模したノックインマウスの解析から、トリセルリンはトリセルラータイトジャンクションの微細構造の維持に必要であり、トリセルリンがないと内耳有毛細胞が変性死することが難聴の原因であることが明らかにされている。 トリセルリンノックアウトマウスでも同様の表現型が見られる。トリセルリンは2005年に京都大学の月田昭一郎らのグループによって人工的に上皮管用転換を起こした細胞で発言が減少する遺伝子を人ンチップで探索する実験により、オクルリンとの相当性を指標として発見された。ありがとうございます。